V ドラッグとヨカワ店 V ドラッグビ豪店、チューブ薬品株式会社は、岐阜県多治見市に本社がある、ドラッグストアチェーンを呼び、調剤薬局を展開する企業。スーパーマーケットチェーン、バローグループ。1984年2月設立。ドラッグストア、調剤専門薬局のいずれも、V ドラッグという名称で展開している。チューブ薬品のマスコットキャラクターは、クスリン。 天使をモチーフとしたキャラクターとなっており、ホームページやチラシなどで見かけることができる。なお、同社のホームページ上ではクスリンのラインスタンプの販売も行っている。チューブ薬品は、設立よりサンドラックストア親号として営業してきたが、店舗の大型化に伴い2002年に、店舗面積250坪前後の大型店舗を、新ブランドとして、 サンウィルドラッグストアという屋号で店舗を出店した。その後、2004年には新業態として、店舗面積600坪前後のメガドラッグストア、V ドラッグを出店赤根部南店、東郷西店、小松東店、野の市南店、豊川店の5店舗で、メガドラッグストアに挑戦する。2006年、東京が、本社のサンドラッグが、東海地方に出店し始め、 利用者が混同するケースが増えてきたこと、また、チューブ薬品が、バローグループであることを分かりやすく伝えることを理由に、前提の野号を V ドラッグに統一した。V ドラッグの V には、バロー、バリュー、バイタリティの3つの意味がある。チューブ薬品は株式会社バローホールディングスが出資するバローグループの企業。その他、2005年3月に株式会社、 松本清と業務提携したが、こちらは商品を及び自社開発商品の共有、商品の仕入れ、販売及び価格等に関する情報交換、物流センター機能の共有化、調剤システムの共同利用、出店に関する情報交換が提携内容であり、松本清との資本提携はないが、同じ日本ドラッグチェーン会の加盟企業である。 岐阜県高山市内のフレスポ鉱山店、高山中央店、高山西店、岐阜県下路市の下路店、愛知県犬山市の犬山駅前店、富山県富山市の久保新店の6店舗で免税対応を行っている。ありがとうございます。